埼玉県で高速道路の通行を規制してドクターヘリが離着陸する大規模な訓練が全国で初めて行われました。悪天候の中ドクターヘリが到着しました。これから送電線を避けて慎重に高速道路上におります。埼玉県の圏央道坂戸インターチェンジ付近の通行を規制して訓練は行われました。乗用車とマイクロバスの衝突事故で運転手らが車内に閉じ込められるなど多数のけが人が出た想定です。高速道路上の交通事故に関してはなかなか今までうまくいかなかったと。全国普及することによって高速道路上でのですね、不幸な交通事故死亡が減らせるという思いで。埼玉県でドクターヘリは就航したおととしからこれまでにおよそ250回出動しました。実際には高速道路上に着陸したことはなく、埼玉県では今回の訓練を今後に生かしたいとしています。